見ての通り俺の家なわけないです。いや今回ね、まあ、今新しい子なんか、暮らし方っていうかこう遊びに寄せたような家作りみたいなテーマだったんですけど、そういうので、展開されている別の家というところに来ています。まあキャンプとかだったりログハウスとかそういう、まあ、手法に寄せて、設計された結構いろんなタイプの、家ごとに名前が付けられている、展示場ということで、展示場なのにすごい楽しくてスタッフの方も、親切で、撮影させていただいております。今回はねここでも別の家を少し、僕の方で、撮影させて動画にしていけたらなと思います。まあ、キャンプするにはまだ寒いんでね、こういうところで、少しずつ、まあ、これがキャンプ今年のキャンプ動画の、キャンプ動画 Vlog の入り口的なところになるかと思います。まあ、来月暖かくなってきて少しずつキャンプの方も始めていきたいと思っていますので、今日もご視聴よろしくお願いします。浮上職人、木材を積み上げたカントリーロゴだそうです。入ってみましょう。おお、木のすごいいい匂いがしますね。これは薪ストーブですね。吹き抜けに、ちょっとした吹き抜けになっているような感じです。いやー、おしゃれですねこれすんごいおしゃれだな。小さい空間に閉じ込めたロマンと夢が爆発しそうですねわあいいな、こんな家住んでみたいな。アウトドアが好きな人には本当におすすめなんじゃないでしょうか。なんか少しさっきの家よりはちょっと近代的な感じに近づいたようなイメージの家になっているんですかね。わあ、おしゃれ。寝室ですね。おーっと、でかい。一人にはもったいないな。これあれはバイオハザードで武器入ってるやつじゃないですか。絶対違いますけど、これは見てください皆さん、これエイトボールですよ。わがチャンネルのエイトボール頑張ってもらいたい。じゃあ僕が一番気になっている家に行ってみますか。この家ですね。これはちょっと僕の理想系に一番近いんじゃないかと思って、ちょっと見てみましょう。キャンプのテイストと和のテイストがちょっと融合したような、正当にこだわりながらおおらかな遊び心を感じるいい加減と、日本人の真の感性を見つめたほどほどの家と、極めていい加減とかがすごい気になりますね。はい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 、これはいいこれはいい加減ですね。素晴らしい。やっぱり薪ストーブは必須と。おお、おしゃれだな。すごい親しみがある。
やー落ち着くなー、やばいっすね、もうこの家に住みたい。いやまあ今回、急にではあったんですけど、本当は東京のね動画を、上げたかったんですけど、仕事の関係で行った手前あまり撮影に時間が取れなくて、まあちょっとになってしまったんで、まあ金がねこの別の家すごい気になってたんで、ちょっと、今日弾丸で、見学させていただくことになって、撮影の許可も下りまして、いやーこのね、あの何て言うんですか、キャンプ感というか、まあアウトドア感、そしてこの、まあ、クラフトを前提に設計された、まあ、家作りだったり、まあ、それでいて機能性を合わせ持ったこの住宅空間って本当に素晴らしいですね。もうとても気に入ってしまいました。まあ、今回短い時間でしたので、確認に見て回れてはいないし、でまあ、ちょいちょいイベントもやってるみたいなので、ここはちょっと1回のみならず2回3回と、まあ、動画にしたり遊びに行きたり、できれば住みたいできればこういう家に住みたい、なかなか難しいけど、という感じで、今回のゲートボールチャンネルでした。おしゃれな絵が撮れたんじゃないでしょうか。まあ、Twitter、Instagram やってますので、フォローお願いします。そしてね、チャンネル登録、コメントの方も、いただけるととても嬉しいです。まあね、次回はちょっとさっきも言ったんですけど、キャンプ動画もしくはキャンプの、道具紹介ですね、まだしてないので、そちらやっていきたいかなと考えております。では